シコさんからいただいた高級工具を使ってみる。あんま美味しそうに飲む。キャナアマちゃんでございます。アマちゃんが水飲んでます。やめてよ。取らないでよって言ってる。美味しいですか？今日もたくさん飲んでますね。自分前のタオルの上でね、大好きな、まったりしております。なんでお風呂が好きなんだろうね。お風呂にいるかこたつにいるかだよね。まあ、今日も楽しそうに家の中いろいろブラブラしてます。このキャラクターはなんていう名前だろう。それでは本編スタートです。どうもプニでございます。お元気ですか皆さん。今日はですね、昨日の動画で紹介した翔さんからいただいたこの謎の工具をね、使っていきたいなと思います。これがね、どういう工具なのか、ちょっとね、説明してみたいと思います。こちらの工具なんですけれども、東日製作所のね、トルクドライバーになります。東日製作所ってね、トルク系のね、工具をね、作ってる会社さんなんですよね。で、その中でもこの工具が、60センチニュートンメートルから260センチニュートンメートルまで、設定ができるトルクドライバーになります。トルクスレンチとか聞いたことある人いますかね？車のさ、ネジを締める力を調節するやつ。調節っていうか、一定にするやつ。で、これがね、ここメモリが60とか100とかあるんですけど、それが60センチニュートンメートルっていう、ことになります。で、ここを0。で、この0に合わせば60センチニュートンメートルになるんだと思います。で、これを、例えば、2とかにすると62。センチニュートンメートルっていうことでいいと思います。多分ね、合ってると思います。で、じゃあね、どういう動きをするドライバーなのかっていうのをね、ちょっとやっていきたいと思います。まずね、こうやって締めていきますね。動くネジ。ああ、60センチニュートンメートルって、結構力あるんだな。あ、ここで、聞いてもらいます。ほら。ここでね、ネジがね、入っていかなくなるんです。空回りするんです。なので、ある程度の、要は、力。いわゆるここで設定した値ね。60センチニュートンメートルの力がかかるところまで来ると、空回りしてね、それ以上回らなくなるんです。なので、例えば、もうちょっと強くしてみようか。じゃあ次はね、ここにするか。100センチニュートンメートルに、設置じゃない、設定しました。そうするとネジが少し入っていくと思います。これで入っていって、で、100センチニュートンメートルの力になると空回りするっていう、そういう工具です。これって、まあ、どういう時に使うかっていうと、同じ力で、全部のネジを締めたいっていう時に、
役に立つんですよね。もしくは、例えばギュッて締めなきゃいけないところのネジをこう弱い力でね、人によって要は締め方の、強さが変わるっていうのが一番良くないので、そういう時に、まあ、こういうのを使います。じゃあ今度160センチニュートンメートルにしてみます。だからこの設定さえちゃんとしとけば、どんな人でも同じ力で、ネジが締められるってことです。だ例えば車の、なんだろう、あのタイヤのね、ナットとかも、このぐらいの強さで締めてくださいっていうのがあるんだと思うんですけど、そういう時に、まあ、こういうトルクレンチっていうか、まあ、これトルクドライバーってやつなんですけど、これメイドインジャパンのね、これむちゃくちゃ高いんすよ。初めてね、見たし、触ったし。工具売り場でも、もう、なんて言うんだろう、自分では触ることないだろうなって思ってたような工具なんですよ。なので、まあ、自分が使うようなやつだと、まあ、60センチニュートンメートルとか、このぐらいでいいんじゃないかな。じゃ、例えばね、なんか染みすぎちゃう人とかいるじゃないですか。なんかもうバカ力でさ、ネジをさ、ぐい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 締めちゃう人。で、そうすると、まあ、こういうふうにネジ山がさ、こう、めり込んじゃってるような、感じになっちゃうんで、もう必ず、この力で締めなさいねっていう時に使えるドライバーになります。これむちゃくちゃ重いっすよね。いや、これすげえな。初めて触ったけど、大興奮だな。ちょっと重さ測ってみるけど。私ね、工具大好きなんで、超嬉しいです、これ。見えないか。写真に撮るか。じゃあ、こちら。ちょっと写真に撮ってね。お見せします。229.32g っていうね、重さになりました。いや、結構ね、重いんですけど、やっぱり誰でも、同じ力で締めれるっていうのがいいんです。締めすぎちゃわないし、緩すぎないように、使える工具っていうことで、こういう工具はね、本当に高いんですよ。しかも日本製ですからね。しかも、東日製。いやー、ありがとうございます。これはね、大事に、使わせていただきます。いや、すげえ工具もらったな。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント評価いただければ嬉しく思います。最後噛んだな。まあ、興味があったかどうかわかりませんが、最後までご視聴ありがとうございました。またね。